NG6 E-Radio. We're E-Radio 7.0. Lakeside FM station. High quality, high aspiration, high anxiety, and high protein program. Radio now. はいはい、時間3時を回りました。今週もやってきました、笑いで滋賀を元気にするプログラム、レディオマックス、全国光一です。さあ、それでは初めにですね、 E ラジオでは平日の午前10時と午後3時の2回大気汚染物質である PM2.5 の情報をお伝えしております。では水木お願いします。はい、お伝えします。今朝4時からお昼12時までの滋賀県内の PM2.5 の平均値は1立方メートルあたり 22.7 マイクログラムです。滋賀県では85マイクログラムを超えた場合には不要の外出を控えるなどの注意喚起を行うことになっています。詳しくは E ラジオのホームページに滋賀県のホームページへのリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。はい、ありがとうございます。さあ、改めまして4人揃っております。こんにちは。こんにちは、お願いします。お願いします。早いもので、うん、3月最後の放送ですよ。そうだね。いや、早いですね、うん、本当に。早いな、ほんまにな。もう来週4月の放送、うん、ですから、まあ年度締めというところですかね。まあ、そうですね、まあ、放送業界っていうと、まあ、この3月、うん、そしてまあ9月っていうのはいろいろと動きがね、うん、あったりしてドキドキするもんですけど、今日の番組の最後に発表するんですか。何をですか。いや、あの、まあ、え、言うていいの、ここで。あの、言ってもらって困ることは何もないですよ、うん。あ、そうな、もうええの、ここで。え、自分卒業すんの。なんで俺だけ。なんで俺だけ。お疲れさん。違う違う違う。え、まあ、もうの番組最後にしようか。うん、あんまりあれやから。なんだよそれ。あの、しょうがないし、そういうことを言うて最後まで聞いてもらおうとすんな。普通に聞いてくれるから、ファンの人は。ちゃんと最後まで聞いてくれるから。いや、この来週がね、果たして来るのか来へんのかみたいなとこがさ、他局でもそのノリめっちゃするやん。ちゃんと聞いてくれるから大丈夫やって。いや、やっぱりほら、ずっと聞いといてほしい。気持ちはわかるけど、大丈夫大丈夫。聞いてくれますか、ま、4時間聞いてくれるから、ちゃんと。ほんまに、うん、ほんまや。大丈夫大丈夫。ほんま、うん。いや、一応俺のスケジュールには来週からなんか入ってへんかったから、金曜日が。あ、そうなの、うん、じゃあ原田だけかもね。俺一人そっちやろ。え、俺がネックやったんや。この番組、やっぱり。なんかいろいろと怒られたりとか、うまく回らへんなーっていうのはやっぱ俺やったんや。うすうすは感づいてたけどね。なんか今日楽屋にさりげなく、放送コードのなんか言葉が書いてある本を置いてありましたからね。ありましたね。2015年のね、これはちゃんとね、放送倫理。こういうことを心がけてやりなさいよっていう。そうそうそう、そんなんを読んでいつもみんな勉強しますからね。はい。うん、今日もあの放送前にちゃんと音読して、うん、僕が音読をしてみんなに聞かせてっていう、ね、はいはいはい、はい、読み聞かせしましたから。そうです、はい、眠たくなりましたけどね。やめとけやめとけさあ、それじゃあですね、3月最後の放送となります。3月27日、今日はですね、ご存命でしたら夢二糸師匠のお誕生日ということで、うん、はい、まあ、あのファミリーレストランにとってはもうこれ大師匠でございますけれどもね。いや、もう僕たち直接あんまり知らない、あんまり知らないというか、はい、もちろんお会いしたこともないし、はい、僕らであの子供の頃にね、はい、花王名人劇場みたいなのよく出られてて、はいはいはい、よう見たな、はい、うちの親とかがもう大ファンのね、はい、感じでした。はい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 、今日はですね、そんなですね、夢二糸師さんのですねモノマネでスタートしていきましょう、うん。皆さんこんにちは。それより君、嫁さん元気なんかいや、元気なんかいや。答えた方がいいの？答えた方がいいのこれ？答えて。ほら、まあ、こうしよう。いや、元気。まあ元気ですけどもね。それはエアロスミスやないか。え、どういうこと？違う違う、それモノマネの方。ビーグルの方それは。あ、違いました。エアロスミスなんか言わへんから。言わないですか？知らんから。ビーグルなんやったっけ？なんか38やったかな。38。さんが、はい、愛し恋しようのモノマネで、ああああ、うん、それはエアロスミスやないかみたいなのをツッコミで言うっていう、そういう新しいことをおじいちゃんの漫才師が言うてるっていうボケ。モノマネの方がよかった。ああ、ちょっと間違えちゃいました。まあ、ほんまもんの方知らんもんな。はい、そうですね。ちょっと原田さん、ね、お願いします。うん、ほんまもんの、愛し師匠のこと知らんもんな。はい。愛し師匠やから。愛し師匠。うん、はい。しもちゃんごめんな、さっき言うとこはごめんな。榎本。おい、榎本。ん？教師ビンビン物語。この後すぐ、榎本。どうも、たーたーちゃーたー。愛し師匠で、どうも田原俊彦です。愛し師匠で田原俊、え、
トシ？トシ？どうも。いいトシちゃんってこと？いいトシちゃんです。まあ、乗っかったら？いいトシちゃん。今日は調子がいいトシちゃんです。え、悪いトシちゃんどんなんだ？今日は。調子が悪いトシちゃん責任取ってくれよ。何さすねん急にお前。いやいや、トシちゃんすらまともにできへんのに調子悪いトシちゃんできへんわ俺。いやわからへん。悪かったですね今。いやイトシ師匠やりたいのになんで、え、なんでだからトシ子なのかな。あ、トシトシ。あ、トシの方を取ったんや。糸井吉岡トシちゃんかどっちか迷ったんやけど、トシちゃんの方がまだ分かりやすいかなと思ったんや。分かりにくかったかごめん。え、誰やったっけ。愛し師匠ですよ。愛し師匠か、ごめんごめん、しもちゃん頼むわ。ちょっともうちょっと繋いで。うそやん。愛恋師匠やん。わかったわかったわかった。うん？わかりました。愛し師匠な？愛し師匠やん。わかりましたわかりました。頼むでしもちゃん。きっちりやらせてもらう。いきますよ。伊藤四郎。ローがついてるから。あ、ギリ出た。ギリ出たわ、今。危なかったわ。俺も、先生、伊藤四郎や。いや、家の食卓の人。俺だからさ、伊藤恋師匠で来ると思ってたから、伊藤師匠限定じゃなくて、伊藤恋師匠で来ると思ってたから、うん、俺完全に錦鯉しようと思ってた。本の方取ろうと思ってた。うん。そうやけど、みんなほら、伊藤師匠で来たから、うわ、俺どうしようかなと思って、伊藤師でずっと見てたら、伊藤四郎が出てきたよ。字見てたらな、うん、伊藤四郎さんそっくりですもんね、読んだら、はい、まあまあ人でまあまあわかるんだけど、仮にいとこ一生やったとして、うん、君錦鯉どうやるつもりやったの。俺錦鯉のな顔真似できんねん。ラジオやから顔真似でもちょっと見てみたいです。どんな口元よう似てるけどラジオでは全く伝わらないよ。しかもせめて外の皆さんにちっちゃくパーパー言うてるだけやもん。いや外見てやれお前。こっち見てすなお前。外のお客さん向けてやれ。あの見せるほどのもんでもない。すごいなんかカップルがやってそれ。カップルが家でやってそれ。彼女に対して。彼女は笑ってくれる。彼女だけな。さあ、今日も4人揃っております。お願いします。はい。さあ、もう3月最後ということで、うん、まあ今日あたりからまた気温がぐーっと上がってきて、うん、京都や大阪あたりはそろそろ桜なんかも、うん、まあの場所によっては、まあ、見頃を少しずつ迎えてくる。咲いてるとかあるみたいよ。咲いてきてるよ。まだ満開にはね、もちろんいたらいいけども、うんうん、咲いてきてる。いいですね。まあやはりこれからの2週間あたりっていうのは、まあお花見っていうのがね、せやね、うん、話題にははい上がってくると思う。やりましょうよこの番組でも。そうね、うん、はい。ということで今日そのお花見をテーマにですね、うん、進めていきたいと思います。今日はお花見を盛り上げようとアホアホ新入社員がやったこととは。はあ、なるほど。まあでもあのどこの会社とかでも、はい、まあそれお花見しようかってなったら、はい、新入社員であるとかそういう人がなんかやらされたりとかするもんな。そう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 、うん、まず場所取りや大変なんが、うん、あれ大変やね。何日も前からな、うん、中にはさ、うん、今まさに夜で、うん、お花見めっちゃ盛り上がってんのに、はい、一人でずっと座ってて何してんのかなと思ったら明日の花見の場所取りしてたりとかすんだよ、うん、そのままその場で寝て朝過ごして、まあ、多分昼からとかやらはるんやろうけど。新入社員の方ってそんなことまでしないとダメなんですか？まあほんまはね仕事をせなあかんねんけども、うん、まあ多分有給というか、まあ、休み会社でのまあ最初のこの懇親会みたいなもんじゃない。だから最初のその場所取りっていうのをやっといてよと。うん、でまあそこでみんなで盛り上がろうっていう。まあ年に一回のことやしね。うん、大変、うん。だからそういうのもな。まあ、そ会社によって事情はちゃうけどさ、はい、いや僕はそんなやらないですみたいなこと言うたらな、うん、何ないってなったりとか尖ってるな。そういうこともあるやろうしさ、そんなやらなあきませんのみたいな、うん、僕は仕事しに来たんですけどみたいなねことを言うてしまうとな、またいろいろ語弊が生まれたりとか、間違ってないんやけどな、うん、まあいろいろあるわいな、それ。いや難しいですね、なんか。でも何強制同行じゃないけどさ、うん、結局はチームだから。そうですね、会社で勤めるにしても何人にしてもさ、うん、だから人間関係っていうところはね、うん、大事だと思うけどね。ごめんごめん、うん。俺にしか見えてへんのかなこの変なおじさん。今サテスターの窓際に一人、うん、何してるの。何 AD やけらが。いや田中さんが日よけをお願いしますって言われたんで。
まあまあ、今この時間ちょうど太陽がすごく高く上がってて、はい、サテスタン内にすんごい太陽の光が入ってきて、西日っていうのが、はい、目が開けられないぐらい眩しいんですよね。でそれを普通日よけ言うたら、なんかそのガラスのところになんか貼るんすよで高くて貼れへんから言うて自分の体で日よけするずっとなんかバスケのディフェンスみたいな感じでずっと僕の前に立ちはだかってるんすよ。せめてその布をな広げてな、そう持っときゃ それでいいですやん。いやこれでも気になるな。ちょっと近いわ。なんかこの、ね、サテスタン見に来てありとかドルルルルドンってな千光さん変わってるみたいなマジックが見せられるみたいな、なんかそんな感じになる。いいですよいいですよいいですよ、大丈夫です、ま、大丈夫です、はい、時間がある時に、はい、ありがとうございます。逆に気になるから、ほんま変なスタッフばっかりやな。そうですよ、ほんまに。みんな優しいんですけどね、うん、すごいわ。そう基本バカしかいないからいやもうバカじゃ、俺はあえてそういう名言避けたやんか今変な人ばっかりやなって言うたやんか。いや二文字でちゃんと表現した方がいいよこれは。ほんまカスばっかりやな、ね、おいおいおい、さすがに戦国さんも俺も二人声揃えた方がいいって言うたわさあ、それじゃあ今日はテーマ、お花見を盛り上げようとアホハウ新入社員がやったこととは、うん、こちらでいきましょうか。あ、もう早速回答例来てんの。はい、はい、まずは中野さんからです。はい、では、我々の番組作家の中野のお花見を盛り上げようとアホハウ新入社員がやったこととは。酒が飲めるぞ。 Wii U の本体を持ってきた。あーなるほど。電源もないのにテレビも、うん、できるわけないやんけと、うんうん、パッドでできると思ったんかなパッドで落ちるから一応ゲームまあでもやっぱりそれはもう完全にアホアホっていうね、アホですね、表現がそんなことできるしゃあないです。はい、さあ続いてコミック田中さんです。はい、では行きましょう。お花見を盛り上げようとアホアホ新入社員がやったこととは。酒が飲めるぞ。男の社員なのにセイントセイヤのシャイナさんのコスプレできた。実はこれやったんほんまに。田中さんの経験談これ。シャイナさんおったな、確かに仮面つけてな、マリンさんとシャイナさんやったからいたな、もうなんやろうな、うん、なんかこうグラブを構えて待ってるのがめんどくさなってくるよね、うん、アニメキャラ保つわしっかりとはい、じゃあ続いて、はい、 AD アキラさんです。今日エースやから。お、出たアキラですよ今日は桜井ではなく AD はアキラでございます、はい、うん、はい、では行きましょう。お花見を盛り上げようとアホアホ新入社員がやったこととは。酒が飲めるぞ。少しでも高いいい眺めのところから花見をしようと桜の木にタイの像を3匹つないで場所取りをしていた。何言うてんねん何言うてんねん長々とそうタイの像、はい、タイの像を3匹つないで場所取りをしていた。タイインド像でええやん、なんでタイのいやタイとか行ったらあの像に乗ってな乗って観光するやつあるからそのイメージがあったんやわかるけどインド像でええやんやタイの像って言いにくいやん。いやもう発想がぶっ飛びすぎて俺もうどうコメントしていいか分からへんもん。いや面白いですね。でもね、いや確かにぶっ飛んでるよな。ナイス答えですよ。いや改めて言うけど、うん、変なやつしかおらんねんなんかおらんの、ちゃんとしたそのちゃんとした答え出せるやつがおらんのかっていう。ちゃんとお手本になるような。なあ、なるほど、こういうことだっていうな、うん、これだから最初の答えじゃないのよ、うん、とりあえずその答えはほら、うん、最後に置いといて、ちょっと今日の一番決めるやつにちょっと結構おもろかったから置いといて、結構おもろかったから置いといて、もう置いといて、もう、うん、いやせやけど今回これ見ても分かるように、アホアホっていうお題やから、うん、何でも結構いけそうやな。そうやね、広く面白いのがありそう。結構、うん、結構ぶっ飛んだことでもいいってことね、うん、どんどん飛ばしていってくださいリスナーさん、はい、もう型にはまることないですから、ね、ないですないです。はい、じゃあ水木あつさきお願いします。はい、メールはさてアットマーク e-radio.co.jp、 ツイッターは e-radio、 レディオマックスで番組に参加してください。